なんか今日突然来て、こんなにいっぱい回ってくると思ってるから何しようかなみたいな感じで。じゃあ、なんか今日、若い人はこんな曲知らないよなーば、なんて曲ばっかりで。ねえ。ねえ。だけど、ついてるから言っちゃおうかなって。ここではもう何回もやらせていただいてて、なんか、でも初めての方らがいるから、せっかくだからやっちゃう。五番街のマリー。Yeah.
曲、俺もなんか私多分この曲ここに来て初めてやった曲なような気がするんですけども、日本の歌詞私がつけた曲で、なんだっけ、タイトル忘れんだよね、君に流されたい、君に流されたいという曲で、原曲はスタンダードの、英語の歌でドリフターウェイという曲です。ご協力をお願いします。途中でわかると思いますのでよろしくお願いします。
ございました。ここで、アルマリロの、オペラ歌手が登場します。ちょっと皆さんの初休みをやらせていただきます。オペラの声です。声楽を続けて
白いかと思う。はい、じゃあ3巡目いきましょうか。9月の、オナイパーズワンは、19日でいいですかね。19日ですよね。9月19日となっております。はい、19日です。9月19日です。また、お時間ありましたらよろしくお願いします。はい、じゃあまたキャロルのナンバーお願いします。そうですね、前回もやらさせていただいて、もう一発ちょっとやります。はい、じゃあ決める。はい、酒ちゃう。いきますよ。「来てよかったよ」
Oh, yeah.